中国政府の不法な臓器売買について、中国のある特殊警官はスイスの新聞ルタンに対し内部告発しました。本日はこの話題に迫ります。ウイグル人のアブドゥレームさんは、1993年から97年までウルムチの特殊警察部隊で勤務。死刑囚への射殺命令を出していました。彼らの臓器は売買されていたと述べるアブドゥさんは、これは決して珍しくないと漏らします。去年の9月、第7回アジア移植免疫フォーラムでは、中国衛生省の江副大臣が、中国の臓器移植は累計10万件を超え、毎年平均1万件余りと発言。しかし、今年3月、南方週末の報道によると、中国でドナーからの移植はこれまで合わせてわずか130件。2009年、中国日報も中国の臓器移植の3分の2は死刑囚のものだと報道。実は、弁護士のデイビッド・マタス氏とカナダの元閣僚デイビッド・キルガー氏は、2006年から臓器狩りについて独立した調査を実施。去年は血まみれの臓器狩りを出版し、本の中で52の例を挙げて、生きたファールンゴン学習者から臓器を奪っていると示しています。しかし、多くのヨーロッパの国はこの件に関心を持たないため、内部告発しているアブドゥさんは難民申請をずっと拒まれています。ファールンゴン学習者の臓器が利用されていると言われているものの、多くは謎のままです。米国民主保護財団のイーサン・ガットマンさんは、アブドゥ氏こそ死刑囚の臓器売買の生き証人だと強調します。中国政府が不法に臓器売買をしているという確固たる証拠がまだ不足している中、アブドゥ氏の証言はその空白を埋められるからです。ルタン氏に対しても、中国当局者の口から出た直接証拠は極めて大切だ。特に新疆という特殊な地域だし、臓器売買という敏感な問題でもある、と述べました。2007年、中国を離れたアブドゥさんは、2008年ヨーロッパに来たものの、ずっと合法的な身分を得られていません。スイスやノルウェーでは難民申請を拒まれ、イタリアへと流れ着きました。しかし、イタリアには30万もの中国人がおり、アブドゥさんにとって危険です。実は、ノルウェーの首都オスロでは、ウイグル人から脅しを受けたことがあります。しかも2ヶ月後、アブドゥさんの父は、新疆で謎の死を遂げます。現在、イタリアの難民キャンプに身を寄せているアブドゥさん。しかし、このままでは、アブドゥさんの知る中国の闇は葬り去られます。これが公にされるかどうか、イタリア当局にかかっています。新唐人記者がお送りしました。